さあもうすぐではないでしょうか。 That father is Ken and Burns。 あの食堂です。さあ看板が見えてきました。今日来たのはこのお店です。左に Here we go。 止められるかな。到着しました、大衆食堂トミ。ここに来たかったんですね。行ってみましょう。ここでもいいですか。はい、ポークソテーライスをお願いします。ドラマの中の通り。ちょうどごちそうさまでしたってなってます。ドラマの中で気になってたのがこのメニューの数、すごい数だ。そして後ろで気になってたのがこれ、すげえ年代物の、何これ、メタルゲーム。麦茶がフリーです。ぜひ飲んでください。ゲームは動きません。エロいスロットマシーンのゲームですね。これドラマで見たまんまですね。こんにちは。なんで？なんでここで？一緒。俺もやばい、パーティーじゃんこりゃ。すごいっすね。こちら、こちら。すいません、待ってました。どうも。いただきます。やばい。はい、すいません。お待ちどうさまです。さあ、向こう側にいるエリサク夫婦を舐めてのってでん。ポークソテー、ライス。やばい。予想以上の厚み、これ。ポークソテーなめのエリタク夫婦。いただきます。じゃんじゃんじゃん、ポークソテーいただきます。感想はまだ言わない。エリタク夫婦が楽しみにしてるだろうから、まだ黙ってる。大人の配慮。この厚みがやばい。偶然の産物、同じ公式 YouTuber がまさか同じ店に。あれが噂の。ラーメン夫婦だと2つ選べるからいいね、こういう時ね。そうですね。あ、おいしい。奥様がおいしいと申しております。おいしいでございます。召し上がれ。誰目線だ。これエリタク夫婦動画のメイキングです。こんな感じで2人はいつも撮影されてるそうです。そうなんです。やべ、すごいいっぱいだこれ。すげえボリュームです。ごちそうさまでした。ごめんなさい、ご飯食べきれませんでした。すいません、かみさん。これ先にじゃあ行きます。ごちそうさまでした。トミさんがトミさんですか。そうです。トミさん、はじめまして。おいしいポークソテーをありがとうございました。すっごい、あのドラマ見たらね、食べたくなっちゃったんで速攻で来ちゃいました。ありがとうございます。おいしかったです。これ現役ですか。これ手動ですけど使う、動くんですかこれは。イエーイ、すごい。クラシックですね。ドラマの中で話してた、あのお客さんがどんどんオーダーしてくるからメニュー増えちゃったっていうのは、あれは本当の話。そうなんですね。改めて、はい。そして、まだまだ少ないかなって思う。
いろんなことね。ものすごい数ですこれ。まあ今日はあのポークソテーライス食べさせていただきました、はい、ありがとうございます。本当に美味しかったです。皆さんぜひ大衆食堂さん、絶飯ですから、イエイ、待ってます。ぜひ。ではでは、ごちそうさまでした。 ありがとうございました。どうもバーイ、はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。美味しかった。大衆食堂トミ、木更津にあります。絶対来て食べた方がいいポークソテーライス。さて今夜の寝床にそろそろ到着するのではないでしょうか。さあここはですね、ドラマでも車中泊をしているポイントですね。到着。案内終了します。運転お疲れ様でした。到着。正面に木更津の工場地帯が見えます。炎を吹いてるんだけどこのカメラじゃ見えないかな。それではスタンバイしましょう。寝床完成しました。さっきまで YouTube の生配信やってまして、今終了して、ちゃんとね、寝床を作ったところです。今日はソロ車中泊なので、至ってシンプルな形で作りました。これサーマレストですね。このサーマレストも僕がもうね、15年クラス、随分長い間使ってるサーマレストですね。一人で寝るときなんかもうこれだけで十分です。普段は布団を敷いてます。家族でやってるときはね。一人で車中泊するときなんかは、もうこのサーマレスト、十分、ふかふか。今日はね、サーフボードを隣に置いて寝たいと思います。今年最後の、サーフィン、そして車中泊です。まあ、やっぱりね、普段家族でやっているので、一人でやってみると、全然楽しくないです。やっぱりね、家族がいた方が数百倍楽しいですね。なんて思っちゃいました。もうね、寝ようかと思います。それじゃあまた明日。Good night。 おはようございます。7時です。身支度を始めましょう。おはようございます。昨晩泊まったところはここです。中之島大橋の麓ですね。ドラマと同じロケーション。今回泊まったのは中之島公園でした。そしてじゃん、ドラマにも出てきた中之島大橋。ここね、僕たちが小学生の頃は歩いて向こうに渡ることができました。しかし現在は立ち入り禁止となってます。老朽化かな。今は歩けないみたいです。残念。今回はこんなところに泊まりました。いやー、今朝は全然寒くない。赤一丁で見られます。朝ごはんはこれです。優しい梅が湯。湧いた湧いた湧いた。熱湯を入れてすぐ出来上がります。セブンイレブンのフリーズドライの梅が湯、すごいおすすめ。僕大好き。車中飯、朝ごはんにはものすごいおすすめです。いただきます。今朝の最大の難点はスプーンがないというね。車中泊グッズをみんな湯沢のマンションに置いてきてしまったので、いつもならあるものがないという不便さ、これを今日は感じながら灰を飲む。あ、おいしい。黙る。コーヒーをいただきましょう。コーヒー一杯飲むのにも一人ぼっちは寂しい。そんなことない。一人で迎える朝、一人で飲むコーヒー、ソロ車中泊。今日泊まったのはあそこ、中之島大橋。小学校の遠足以来で来ました。